はい、それでは、文献紹介をさせていただきたいと思います。本日紹介する文献は、Learning Distributed Representation for Multilingual Text Sequence という、論文を紹介させていただきます。はい、で、まあ、紹介するのがこちらの論文で、で、まあ、NACLEの2015年に、まあ、発表された論文です。で、まあ、キーワードとしては分散表現とかはバイリンガルとかっていう、まあ、単語があります。はい、まず概要について説明していきます。まあ、この論文では、まあ複数言語間で文の分散表現を、まあ、一つのモデルで、まあ、獲得しようっていう試みを、まあ、やっている論文になります。で、ミコロフラが、作った、パラグラフベクターというものに対して、まあ、モデルを拡張してあげて、で、まあ、一つのモデルで複数のバイリンガルな、まあ、分散表現を得るというものになっています。で、まあ、CLDC という、まあ、マルチリンガルな、ドキュメントのクラシフィケーションにおいて、まあ、ステートオブジアートの性能を得ることができたということを、まあ、彼らは報告しています。はい、まず導入です。そもそもパラグラフベクターとは何だろうという、ところから説明していきたいと思うのですが、パラグラフベクターとは、まあ、ワード2ベックを改良して、まあ、文に対する分散表現も一緒に計算するようにできるようにしたものとなっています。まあ左側のこっちの図が、まあ、よく見るワード2ベックの、コンティニューオスバックオブワーズの、まあ、モデルになってて、まあ、こっち側がそれに対してパラグラフ ID と、まあ、そのパラグラフ の行列ですねを追加してあげて、まあ、文の分散表現を得られるようにしたモデルの図になっています。で、まあ、ワード2ベック、まあ、そもそもなんじゃろうなっていう話でいくと、まあ、例えばその I have a pen という入力と I have an apple っていう入力があったときに、その下の図で、こっちのワードの i-n+1 から ワードの i-1 までが入力されたときに、じゃあワードの i が出てくる確率ってなんだろうっていうことを考えると、例えばその p の i have a が入力したときに、その次に出てくる単語ってやっぱりペンの時は確率が高くて、まあ、I have a の後ろに an っていう単語が来るのはやっぱりおかしいから、p の、I have a が来た時の、an の p の確率は、 p の確率っておかしいですね、まあ、プロバビリティは、まあ、当然低く出力してほしいっていうところからまず来ています。で、まあ、こちらのそのパラグラフベクターなんですけど、まあ、そのワード2ベックの、C4 のモデルの拡張なので、ちょっと C4 の説明も、させていただきたいんですけど、まあ、これは3層のニューラルネットとなっていて、で、入力は各単語のワンホットベクターになっています。で、隠れ層の入力は入力層で出力した単語ベクトルの平均、なんでこのベクトルとこのベクトルとこのベクトル、大きさが同じなんですけど、まあ、それらを、隠れ層で、まあ、アベレージであったら平均、まあ、コンカテンネイトであったら、まあ、横につなげて、で、それを、まあ、隠れ層に入力してあげるっていうような形のモデルになっています。はい、で、まあ、じゃあこのモデルと、パラグラフベクターの違いっていうのは何だろうっていうのでいくと、まあ、その本当に、パラグラフ文のですね、文の行列が一つ加わっただけで、それ以外は全く変更点がその C4 とはないです。ただ、まあ、それを入力することによって、その文に対する分散表現が、そうです、各文に入力された各文の、まあ、分散表現を得ることができますと。で、ここからが、まあ、その論文の中で、新しく提案されている手法なのですけど、まあ、一つのモデルの空間の中に複数言語の分散表現を入れる方法として、まあ、彼らは、共通の、ドキュメント ID を、まあ、複数言語に入力することによって、
まあ、S と、まあ、S がまあソースで T がターゲットの言語なんですけど、によって、まあ、彼らは、一つのモデルで分散表現、複数の言語の分散表現を同じ空間に入れるという、試みをしています。で、まあ、S のこちらがまあソース、まあ、彼らは英語とドイツ語でやってるので、まあ、仮にこちらを英語とすると、まあ、英語の文章、まあ、I have a pen の文章であったら、まあ、I have a までを入力して、まあ、ペンを分類させるっていうのと、まあ、こっち側はそれをドイツ語に直したもので次のものを予測させるっていう。で、まあ、それを一つの、同じドキュメントの、まあ、ワンホットベクターを使って、まあ、一つのその、なんだろう、同じ空間に、その文の分散表現を、まあ、同じように入力してあげることによって、その例えば、英語の文章を入力しても、ドイツ語の文章を入力しても、まあ、同じ文章ですね、同じ文章を入力しても、意味が同じ文章です、意味が同じ文章を入力したら、まあ、ほとんど同じ位置にその、文章のベクトルが得られるようなモデルを、まあ、構築しようという試みをしていますと。で、まあ、こちらの図なんですけど、さっきの、まあ、この図と似たような形になっていて、まあ、単純にプロバビリティの ST っていうのはこれですね。これっていうのは、まあ、これとこれ、これ、このソースの文とターゲットの文が、まあ、どれだけ近いかっていうのを、まあ、確率値として出力しているものなんですけど、まあ、それは単純に、まあ、それぞれの、まあ、さっき出てきたやつですね、これですね、これのその、まあ、次にどの単語が出てくるかっていう確率を、まあ、全て掛け合わせたものを、まあ、それぞれの言語でかけて、まあ、それをその、ソースの文とターゲットの文で、まあ、どれぐらい同じ文章を表しているかのプロバビリティとして、まあ、計算していますと。で、まあ、こうすることで、まあ、彼らは一つの、モデルの中に、まあ、複数言語の分散表現を学習することに成功したという形で、まあ、実験を行っています。で、まあ、実験なのですが、彼らは文書分類のタスクにおいて実験を行っています。で、このモデル、事前にその、まあ、パラレルなコーパスで学習をさせておく必要性があるので、まあ、彼らはそのユーロパール、まあ、V7 マルチリンガルコーパスというもので あらかじめモデルを学習させています。で、これは、まあ、1.8 メガのペアの文章で構成されています。で、まあ、文書分類に実際の文書分類で使ったものに関しては、まあ、イングリッシュジャーマンクロスリンガルドキュメントクラシフィケーションという、まあ、タスクを使ってやっています。で、まあ、これはロイターの文章が、まあ、英語とドイツ語でそれぞれ含まれているものになっています。で、まあ、4カテゴリにそれぞれ、1000個がトレイン、5000個が、まあ、テスト含まれるというような形になっていて、で、まあ、一つ注意してほしいのは、これらはパラレルコーパスではないという点ですね。で、なので、まあ、これで実際にどうやってその文書分類で、まあ、マルチリンガルな文書分類タスクをやるかっていうと、例えば、まあ、ここで EN2DE っていう、まあ、その英語からドイツ語っていう分類を考えたときには、まずドイツ語の分散表現を、まあ、獲得することは容易なので、まあ、ドイツ語の分散表現を得て、で、それでそれに対するラベルっていうのが当然その文書分類なので、1文書に対して1カテゴリーのラベルが振られているので、まあ、それで学習させます。で、テストでは、英語の分散表現を、モデルによって獲得して、それを、まあ、組成として、分類したときに、まあ、どれぐらい精度が出るかというような実験をしています。で、まあ、これが実験結果なんですが、まあ、一番下のパラドックというものが、まあ、彼らが提案した手法になっているのですが、まあ、分類精度アーキュラシーは、まあ、その英語からドイツ語へ
まあ、変換するものにおいて 92.7% で、ドイツ語から英語に変換するものにおいては分類精度 91.5% という形で、まあ、非常に高い、まあ、今までの、まあ、その前の研究に比べて、まあ、非常に高い精度を得ることができたと彼らは述べています。はい、まあ、参考文献はこちらになります。以上で発表を終わります。